夏風がノックするミルス会話案外シンプルで複雑に回帰した私なんて誰に理解もされないまま街外れの森の中人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで目を合わせないで固まった心一人ぼっちで諦めてる人に散ったものに合う水球は物語の中でしか知らない世界に少し憧れることくらい少しだけ揺らして見せた。